あら、みんなその喋り方してるもんだって。普通だね。まだ団子何も合わせないんで、はい、団子の作り方からです、ね、作り方から、はい、すまんね。これがアジャストサンドの粗めと細め一対一です。それを混ぜてこういう状態。今日は一応8対1の配合です。8対1ってね、めっちゃ軽いんですよ、はい、この水深からすれば、はいはいはい、普通やったらこの水深やったらどれぐらいがいいですか。このタッパーにとりあえず水が入る。普通この水深やったら何対何ぐらいですか。普通はもう4対1、5対1。普通は4対1やけど、だいたい2本半ぐらいある、はい、ただ魚がちょっと浮き気味なんで、うん、なんでじゃあ8対1にするんですかっていうのは、今日はチヌリに団子を見さして、そこへちょっとでも壊すためゆっくり落として、はいはい、ゆっくり落としてアピールして、よろしいでしょうか。よろしいです、はい、これ今いっぱい入れてたまり無視する、ね、ケンさん緊張してない。してないしてない、大丈夫、聞いてない人が。ケンちゃんってあれが違う。もうほんまに固く、はい、今何倍だか忘れちゃったやん。緊張してるわ、絶対。絶対緊張してるわ。4めっちゃ、今で4、8、はい、はい、ね、8対1なんで、砂をいっぱい、すごい、8対1だね、すごくですか。はいはいはい、8対1で、これでさなぎはほとんど入れないんですよ。手のひらでちょっとこぼれるぐらい、これぐらいしか入れない。意外と少ないね。はい。で、おしむぎがこれから寒くなって、これを入れすぎると、はい、こればっかり食って刺し食わなくなる。あ、だからできるだけあんまり寒くなってきたらおしむぎはよく入れない方が。これぐらい、ね。200cc も入ってないんちゃうかな。はいはい、でとりあえずこれを混ぜます。混ぜます。これバカ丸い方がいいですかね。やりやすい。もう丸やね、やっぱりね。どこのメーカーを使ったらいいですか。これやっぱり釣り武者さんちゃうかな。持ってないと。ナイス。釣り武者やな、これ。たまたまですよね。たまたま釣りしまうね。こうやって混ぜたら、出たらちょっと際だけこうやって押さえてあげる。これなんで押さえるかやったら、上からギュッとした時に際固めとったらそれだけ沈むんで、こうやってこうやってで、こうちょっと締めていきます。際やっといたらさ、全体に締まる。ああ、これなんで締めるんですかってみんな言うんだけど、家で配合するじゃないですか。ですると移動中にやっぱり砂がどんどん下がっていく。そんなことある。ドンドンドンって何回も起きてるじゃないですか。どんどん砂だけ下がっていって、最後砂ばっかりです。で、もう一つは網にここから入れるんで、縛ってる方が擦りやすい、潰しやすい。ここで手のひらで潰しやすい。そういう技術。はい。触ってみてください。すごい。すごい。すごい。これ爆笑やろ。羨ましくないか。待って待って待って。すげえな。釣り山初の青い。やだ。やりたってしゃあないじゃん。はい。そこはい。アミエビなんやけど、いいですか。はい、アミエビなんですけど、はじめ、だいたい僕はこれ一つ使ってね、で、2掴みぐらいは入れる、はい、この状態でさーって混ぜる。1回2回合わすだけ。
でそこからこうダマがどん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 できるんで、これこの手のひらで、下を起こして上げてきて、またこんな感じ。これで今の状態の方が、握ったら指の方がいいですか。はい、指の方がいいですね。初めはこれぐらいでやってもらおう。はい、これをできるだけ鎮圧かけて。わっ。あ、ミーミーの水分だけで体勢は入れない。入れないですね。このままで。だからこれ触ってもらったら分かるんですけど、ふわふわです。どうぞ。ああ、米ふわふわなの。ぜひこのぬかも触っといてもらった方がいい。そうですね。うん、このぬか触っといて、はい。最初の基準で。そう。そう。これ触っとくの一番。これ体で覚えるのが一番いい。触るのが一番いい。体で覚える。いや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 、この水分量。まあ、ね、釣り始めはこんなんで、で、まあ、例えば釣れ出すじゃないですか。これも起こしてしまっていいですか。釣り始めはこっち。そう、さっきぐらいでスタートして。釣れ出したらこれぐらいやね。中盤。ちょっと触ってください。触ってください。あ、ちょっと握ってみてください。あ、でもさっきよりもパサパサというか。これ握りにくいと思う。さっきよりも。全然違います。握りにくいと。まあ、釣れ出して、ね、あんまりべちゃべちゃ飲んで、ふわふわ飲んで、どうやってやると、食べやかすかっていうと、そこへ魚食べたりじゃないですか。はいはいはい。これをふわふわの前で、初めの投資でそーっとやってしまうと、魚って浮く。はいはい。水深あると落ちていくときに途中でグッとブレーキかかってふわーって崩れが魚上向きになってしまう。それをしないために水分量を減らしてある程度締めて、そこでしっかり巻く。でそこで溜まってしもたらもうこっちのもんというか、はい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 、魚はやっぱりそこで溜めたいけど溜めたいから思って初めから一生懸命そこで溜めろ思って締めてしまうと全然魚まだ集まってこないうちから締めてるから、初めはさっきぐらいのタッチで餌取りから集めて、そこからチリもよく。これも途中で水分を出したりとか。あ、やりますやります。これは、はい、網入れても刺すし、はい、水分も刺す、網入れも刺すし、はい、これからね、多分網入れだけを刺していく感じになると思う。この時期的に餌取りの状況が、はい、夏場もほとんど網入れでどん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 減らしていくから距離が多いから、はい、っていうのはそんな感じですね。おー、基準嬉しい誕生やこれ以上でもね、1回目だよ。時間すぎや、小さくしてやつが寒いんだよ。おめでとうございます。リちゃん釣れました。リちゃん、あ、これ怒られますよ。